さあ、冬ガムスポーツ今回もまたということでね、今回は中京の芝 1600m 2歳1勝クラスの、ね、土曜日の特別戦高山騎乗を予想していきたいなというふうに思っております。まあ、このレースなんですけれどね、ネット競馬の想定人気順では一番人気が単勝 1.4倍と、まあ、8頭立ての、ね、小頭数のレースとして考えてみても、まあ、超人気がかぶっているというところなんですが、今回の軸馬は、ね、こちらでいきたいと思います。想定2番人気ゴルトファルベン、まあね、ゴルトファルベンはノーザンファームの、ね、生産で、サンデーレーシングの馬で、人気がかぶっている1番人気のアブソルティスモはキャロットの馬ということで、まあ、ノーザンファーム流の、ね、使い分けってやつが炸裂しているところなんですが、まあ、その中で、ゴルトファルベンの方の騎手は北村雄一騎手で、アブソルティスモの方が丸山元気騎手ということで、まあ、ノーザンファームの中での、ね、使い分けの騎手の格みたいなことで考えたら、まあ、ゴルトファルベンの方が上だろうと。ということは、まあ、現時点での期待値として前走重賞で、まあ、着順はともあれ差をつけられて負けたアブソルティスモよりは、まあ、ゴルトファルベンの方が今は期待値が高いのかなということで、まあ、そうなってくるとね、まあ、つまりオルフェーブの3区頑張れみたいなことも含めてこっちを軸にして、まあ、その代わりね、馬連3点もしくは馬単3点、まあ、オッズ考えたらアブソルティスモもね、買わざるを得ない馬ではあるんで紐の1点目には入れますが、まあ、ここの図考えたら馬単で3点でね遊ぶ、3連単で6点で遊ぶみたいな感じで紐3点というようなね、買い方をするのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そしてね、こちら1番人気アブソルティスモ単勝1倍台ながら、まあ、2番手3番手ぐらいの評価にとどめました。まあ、というのもね、ノーザンファーム期待の両決でね、まあ、ラドラーダのメジロメ、ダイオメジャーだったかな、まあ、とはいえローカルで2勝目上げさせとこうっていうローテにしては、まあ北村雄一で、こっちをぶつけてきてということを考えるとね、まあ、2勝目上げさせておいてもう一回両決なんでね、重賞挑戦させるにしても、まああくまでローカルで2勝目を上げさせるような使い分けをした馬だぞということは頭に留めた上で次以降は買わざるを得ないのかなということですね。まあ、つまりこの馬はもう評価がだいぶ下がってますよっていうのがこのレースを選んだポイントなのかなというふうに思ってます。まあ、そして3番人気イモータルスモーク、まあ、丸買いでね、ダートで勝ち上がってきて、ダートでそこそこ止まりだったから芝挑戦してきましたみたいな感じの馬、まあ、こういう馬がね、芝挑戦って言ってもね、まあそれで飛んできたっていうのがね、大体まあ消しでよかったっていうのがこれまでの競馬の流れなわけです。まあ、例外的な厩舎ってのもいますけどね、この金なり厩舎はねそんな感じでもないんでね、これは消しでいいと思います。まあ、そしてですね、4番人気名称ホルダー、高橋良厩舎で福永雄一とで新馬勝ちしての2戦目、いやこれね、こっちが勝っちゃってクラシック乗るみたいなことがあってくれるとね、まあ、できればその場合福永雄一にもこの馬を選択してほしいなっていう気はしますね。ずっと福永がお世話になってきた名将さんの馬で、まあ、そしてね、高橋亮と福永雄一、花の12期生競馬学校同期ですからね。まあ、そして夏そこそこ頑張った中京2歳ステークス3着馬朝慶エース、まあ、ローカルの方回ってきたしね、ここだったらまだ勝負になるメンツかなと、2番手3番手は争えるだろうと。まあ、西村君もね、先月の重賞初制覇はなりませんでしたけれども、まあ、僕もね注目していきたい騎手ですのでね、これからも頑張ってほしいなということで印を回してみたというところもあります。まあ、3連単馬連馬単こんな感じでね、軸1頭紐3点で狙ってみたいと思っております。以上ハッチーでした。